こんにちは、ゆうほです。今日はリクエストも多かった俵屋宗達についてお話をしていきたいと思います。風神雷神寿屏風が有名ですが、他にもたくさん素敵な作品が残っているし、今でも人気の日本画の流派リンパを作った張本人でもあるので、ぜひ見ていってください。それから今登録していただいている皆さんが500名を超えました。ありがとうございます。すごく嬉しく思っておりますし、今後も面白い動画を作っていけるように頑張りますので、応援よろしくお願いいたします。登録していただいた方、本当にありがとうございます。それでは早速見ていきましょう。俵屋宗達は安土桃山時代後期から江戸時代初期に活躍した京都の絵師で、日本を代表する装飾画の巨匠と言われています。その一方で詳しい生没年や生涯など未だ分かっていないことも多いです。作品に関しても落款、サインは書かれているものの、制作年は記されておらず、正確には何年に書かれたのか分からないものも多いです。宗達のすごいところは、伝統を元にした新しい様式で伝統の魅力を世間に気づかせたことにあります。安土桃山時代から江戸時代に移り変わるとき、当時の情勢としては武家社会で芸術も時の権力者と結びつき、力を示すような豪華絢爛な作風が好まれていました。そんな中、宗達は京都の公家や裕福な町人を対象に、日本の伝統的な文様や平安時代の絵巻に描かれた題材など大和絵の伝統を取り入れたり、自然や身の回りのものに目を向けた丸みがあってダイナミックでも優しい絵を描き、新しい芸術の流れを作りました。宗達の絵は新しくはあるものの、木をてらったものや個性を突き通したものではなく、今まであったものの良さを気づかせる、伝統の魅力を蘇らせる、そういうタイプの新しさでした。それでは作品を見ていきたいと思います。こちらは平家農協という宗達の最も初期の頃の作品です。これが描かれたのは慶長7年で、宗達の描いた絵のうち制作年のわかる最初の作品です。平家農協とは、平安時代の末、平清盛が一族の繁栄を願って厳島神社に奉納した景観です。何度か修復されていますが、安土桃山時代の末、戦国大名の福島正則が元首となって一部を補修しました。その時のメンバーに宗達も入っており、平安時代の原画を修復したり、また欠損した部分は宗達オリジナルの絵を描くなどして補作を手掛けました。続いて宗達の屏風絵シリーズを見ていきたいと思います。以前の動画でも何回か出てきていますが、一番の代表作はやはり風神雷神図屏風です。屏風として立てて使うと、風神と雷神の視線が混ざり合う工夫を凝らした作品です。こちらの雲の部分は宗達が考案した技法垂らし込みが使われています。これは絵の具が乾く前に水でぼかすことによって、柔らかく軽やかな雲の質感が表現されています。現代の身近なもので例えると、垂らし込みネイルと一緒です。リンパ巨匠の技法がこうしたすごく現代的なところにまで生きていると思うと嬉しくなってきますね。松島寺屏風、これは個人的に宗達の描いたものの中で一番好きな作品です。ただ残念なことに、現在は国内にはなく、アメリカのフリーア美術館というところが所蔵しているそうです。金屏風に色とりどりの風景を描いた華やかな作品です。波がたくさん描かれていますが、山形、渦巻状、しぶき状と3種類の描き方をしていて、島の周りはしぶきが多かったり、波同士がぶつかり合っているところは渦ができるなど、よく観察している様子がわかります。また左側の雲のような部分にも垂らし込みが使われています。ダイナミックながらも狩野派の迫力とはまた違った親しみやすさが感じられます。この宗達の波の描き方は、後の世代にも大きく影響を与え、日本的な波の描き方として定番となっていきます。舞楽図屏風、舞楽は平安時代に栄えた舞です。宗達はこのように伝統的な題材に目を向けました。人物やモチーフが天体ショーに配置され、絶妙なバランス感があります。動きのあるポーズと構図で、まるで音楽が聞こえてくるかのようです。絵画でここまで音楽を表現できるのはとてもすごいなと思いました。源氏物語、関谷身を尽くし図屏風。源氏物語の関谷と身を尽くしの一場面を描いた屏風絵で、どちらも主人公の光源氏が昔の恋人に出会うシーンです。関谷では大阪の関でうつせみと出会います。光源氏は右の牛車、うつせみは左の牛車にそれぞれ乗っています。曲線的な山の表現が綺麗ですね。ゆったりとした時間の流れが伝わってきます。身を尽くしでは、
牛車に乗って住吉神社を参拝した光源氏が船に乗った明石の君と出会います。明石の君は戦中から光源氏のきらびやかな一行を見ると自分との身分の差を痛感し上陸せずに引き返してしまいました。この頃世間では戦国武将の力を示す強い作風が流行していた中、古典の物語を題材に選んだところが京都出身の宗達らしいです。続いて俵屋宗達と同時代を代表する書家兼陶芸家本阿弥光悦との共同作品を紹介していきたいと思います。鶴下絵36花線和歌館。宗達が鶴の絵を描いた上に光悦が和歌36首の書を書きました。ここで注目したいのが同じような鶴の形がたくさん並んでいることです。同じモチーフを違う間隔や高さに配置することにより緩急がありながらも統一感もある面白い作品です。光悦のまっすぐ同じ幅できっちり並んだ文字とお互いを引き立て合っています。この同じモチーフの繰り返しは後に尾形光琳の柿つばた図屏風などにも応用され琳派の特徴の一つとして継承されていきます。鹿下絵新古今和歌館。宗達が鹿の群れを描いた上に光悦が新古今和歌集の歌を書きました。丸くデフォルメされていてとても可愛い鹿たちです。鹿の上に塗られた絵の具は霞を表していますが、ここにも垂らし込みが使われています。最後に宗達と次の世代の作品を紹介したいと思います。ツタの細道図屏風。画像だと小さくて見えませんが、この作品には異年と因果をされています。宗達は工房を主催していたと考えられており、異年院は宗達ブランドの表彰院です。この作品ツタの細道図屏風は宗達自身ではなく工房の宗達に近い画力の持ち主が描いたとする説が強いです。絵の題材は古典作品伊勢物語の第9弾成平吾妻下りです。左遷された在原の成平が京都から武蔵の国へ行く途中のツタが生い茂った細道が象徴的に描かれています。人物や建物を描かず植物や風景をデフォルメして描くことにより工芸デザインのような作品になっています。このように本物に似せるのではなく抽象化、デザイン化して描く発想は後世の絵師たちにも受け継がれ、後にジャポニズムとして海外にまで影響を与えるようになりました。はい、今日は俵屋宗達についてでした。好きな作品は見つかりましたか？安土桃山時代の美術の流れが現代でも人気の琳派として残っていたり、身近なところだとネイルにも応用されているというのがとっても面白いですね。ということで今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。